ベルトの柔軟性を利用しまして、滑らかな曲面が均一に得られたと。最初から最後まで切れ味が変わらない。ライフタイムが長いということは、ロボットシステムには必要不可欠なものです。弊社は研磨機と集塵機、空気輸送のメーカーです。研磨機の方はステンレスのパイプなんかの素管の状態から表面に仕上げるようなバフ研磨をやらせていただいたり、バリ取りをやったりしてます。集塵機の方は研磨粉塵、アルミの溶解炉、メッキ設備の集塵をやってます。最近は工場の環境対策というところで局所排気装置であるとか空気輸送というのもやり始めてます。お客様は日本国内は北海道から南は九州まで、海外は東南アジアを中心に自動車関係、重設関係、天気、鉄鋼が多いですね。二輪なんかもあります。お客様のご要望に応えられるように、まず現場を見てお客様とヒアリングをします。特に研磨の方で言いますと、実際にワークをお預かりして研磨加工をして加工工程、作業手順のご提案、こういう機械で磨いたらこう仕上がりますよとか、お客様に最適な設備のご提案というのをやるように心がけています。創業60年の中で得たノウハウであるとか、加工方法、設備の設計であるとかを、それぞれのお客様の要望に合わせた提案というものができるというところが強みかなと思っています。使用しました研磨材が非常によく切れるもので、今回の研磨テストの場合ですね、曲面が多いものですから、コンタクトホイールの間、腹の部分声当てまして、ベルトの柔軟性を利用しまして曲面を研磨しようというものです。自動機を考える場合に切れ味が一定であるというのは必須条件なので、その点では非常に満足しておりまして、テストの最初から最後まで一連の流れの中を全く切れ味の変化がないという、この点は非常に強みになっております。アラ工程ではできるだけ短い時間にたくさんの量を研磨してもらいたい。今回使用しましたキュービドロン2ベルトに関しましては、従来のベルトに比べましてよく切れます。なおかつテスト期間中も最初から最後まで切れ味が変わらない。これはもうロボットシステムには必要不可欠なもので、その点では非常に助かっております。当然ベルトも消耗品ですから、その都度ロボットを止めてやらないといけない。ロスリが発生しますが、ライフタイムが長いということは非常にその点でも強みになっております。今回仕上げに使用しましたトライダクトベルトに関しましては、機体が非常に薄いものですから、ワークに馴染みがよく、曲線なんかでも自由に沿ってくれます。その点で曲線をティッチングしていく場合に、ある程度の粗さでティッチングをかけていっても曲線にきれいになぞってくれるという、動きが変わりますと、その動きに沿わないとどうしても動きのつなぎ目っていうのが出てしまうんですが、機材の方が薄いものですから、それに追随して非常に滑らかな曲面が均一に得られたと思います。これからますます人手不足、熟練工不足が発生します。その中でロボットっていうのは一回教えてやると、その通り365日寸分たがわず再生することができます。またいろんな段取り替えが発生した場合でも、ボタン一つで変化していくことができるというのがロボット研磨の一番の強みです。そういう点で人の代わりというよりも、工場全体の生産の方式自身を根底から変えてしまうような流れに、これからはなっていくんじゃないかというふうに考えております。